サンジミニアノ歴史地区はイタリアのコムーネ、サンジミニアーノにある中世の街並みを残す地区。ユネスコの世界遺産に登録されている。標高324メートルの丘の上にある塔の街として知られる。サンジミニアーノはローマ近くフィレンツェから50キロメートルほど南に位置している。街の名前は398年に亡くなったモデナの死教聖。西 ジミニアーノから取られた。町の発展は、フランチジェーナ街道の建設に始まる。地理的に、フランチジェーナ街道とピサーナ街道の合流地点に位置する流通の主要拠点であり、また、聖ジミニアーノの遺物、指と指輪が安置された聖堂への巡礼者が多く訪れる、町として繁栄した。町は、城壁で取り囲まれ、町そのものが裕福であったため芸術家が多く住まい、 シエナ派の芸術家を多く輩出している。1150年にコムーネとして成立。町には以前から防衛のための塔が建設されており、13世紀に入り害が繁栄したことで、貴族の権力の象徴としての塔建設が次々と行われ、50メートルを超えるものを含む72もの塔が町内に建設された。強硬派と肯定派に分かれてより高く、 美しい塔を建てることを貴族同士競い合った。当時は防衛や監視のためイタリアの他の都市でもこういった塔の建設が行われていた。しかしその後、ペストの流行と内部での権力争いによって町が衰退し、1353年にフィレンツェ共和国に組み入れられる。一時はフィレンツェとシエナの前線基地とされたが1555年に、 シエナがフィレンツェに降伏し、さらに、他の多くの町では、塔は不要なものとして解体され、町の再開発が行われたが、サンジミニャーノは、経済的な余裕もなく、錆びれていたため戦争などに巻き込まれることもなく、塔も町並みも13世紀から14世紀の状態をよく残している。現在残っている塔の数は14。町並み、城壁を含めて、 地区として世界遺産に登録された。地区内には12世紀から14世紀頃に建設された建築物が林立している。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。三序万に門1262年に建造された石落としも現存。一般車は通行禁止。門は全部で5つあり、他は三マテオ門。 クエルレチェッキーの門、ホフォンティモン、サイン・ヤコポモンという、ドゥオーモ広場残っている塔のうち七つに囲まれた広場、ドゥオーモに面している街の中心地、ドゥオーモ1148年、ローマ教皇をエウニニュース3世が建立。シエナ学派による多数の美術品が内部にある、主聖堂と聖女フィーナの祭壇の二つの部分からなる。 聖女フィーナの祭壇は15世紀に後付けされたもので、ジュリアーノ・ダ・マイヤーの設計。正面は19世紀に以下に内部の美術品を記す。チステルナ広場13世紀に掘られた井戸を中心に広がる三角形の広場。チステルナ広場私立美術館、ポポロ宮殿とも呼ぶ。1288年建築。1323年に増築された視聴者。 現在残っている中で最も高い塔を持つ建物でもある。内部が美術館となっており、ゴシック後のフィレンツェ時代の絵画を多数収める。など多くの作品を収蔵。サンタゴスティの教会13世紀建築の教会。サンタゴスティの教会六花街の城塞跡フィレンツェに組み込まれた後、コジモ一世が取り壊したが後に再建されて公園となっている。 ありがとうございます。